旅人にパイモン、どうしたんだ？ちょっと待って、その何かを企んでるような表情、まさかまだあのおかしな要求のことを考えてるんじゃないだろうね。ティマイオス、オイラたちを手伝ってくれるよな。旅人がいらないって言ってるんだからいらないだろう。だってそれ本当におかしなものなんだぞ。いやだ、あれがないとオイラの夕暮れの実がダメになっちゃうぞ。でもこんなものを研究する時間があったら君のために10回は果物を取れるよ。どんなものを研究するんだい？また会ったね、アルベド先生。ちょうどいいところに。果物をジュースにできて、かつ果物を新鮮な状態で保てる機械が欲しいと言われまして、そんなものを。すごく重要なことなんだ。これが発明できたら、もう果物が腐るのを心配しなくてもいいんだぞ。そんなのありえないって。果物をジュースに変えるのは難しくないが、新鮮さを保つのが難点だ。果物を腐らせないようにするだけなら方法はいくつもある。そうだろ、旅人。首？どうしたんだい？僕の首に何かあるのかい？その表情、まるで僕が悪質ないたずらでもしたかのようだね。アルベド、さっき言った果物を腐らせないようにする方法ってなんだ？例えば、果物を雪山にある溶けない雪の中に埋める。それじゃあ食べられないじゃないか。雪山に住むといい。いやいや、オイラ寒いのが苦手で。もしくは果物を僕に渡して、僕が雪山に持っていく。だけど君は寒がりだから、他の人に果物を取りに来てもらうしかない。どうやら君がやってあげるしかないようだ、旅人。それだったらなんだかいけそうな気がする。じゃあそうしようぜ。果物を雪山に埋めれば確かに日持ちするようになる。だが発芽して木になる可能性もないとは言えない。もしかすると今度君が来た時はその夕暮れの実が果樹園になっているかもしれない。それらの木に水や肥料を与え、実がなれば新しい夕暮れの実を手に入れられる。嫌だぞ。それだと木を育てることになるから、まるでオイラたち庭師みたいじゃないか。本末転倒だ。そうかい？僕は庭師になるのも悪くないと思うが。アルベド、なんでオイラの超甘い夕暮れの実を狙ってるんだよ。おや、そんなに気になるのかい？もちろんだ。あれはせっかく見つけたすっごくすっごく甘い夕暮れの実なんだぞ。お前にはただの夕暮れの実じゃないか。君は果物をたくさん持っていないからそのようなことを気にしてしまうんだ。もし懐にたくさん持っていて心が満たされていれば、簡単にそのような感情に陥ることはない。え、